こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はいろんな具を巻き込んで色鮮やかなカリフォルニアロールを作りたいと思います。ご飯が表面に出る巻き方を詳しく説明していますので、最後までぜひご覧ください。まずすし飯を作ります。酢と砂糖、塩を混ぜ合わせておきます。少し固めに炊いたご飯にすし酢を加えて混ぜます。ご飯が熱いうちによく混ぜ合わせてから一気に冷まします。冷めたら 220g ずつ量っておきます。2合のお米でちょうど3本分が取れます。今日は3種類の具で3本作ります。サーモンは棒状に切って表面に塩を塗るようにしてしばらく置きます。エビは色が変わるまで茹でておきます。きゅうりは両端を切り落として棒状にします。アボカドは縦に包丁を入れて、種を中心にして包丁を回し、半分に割ります。皮をむいて棒状にしておきます。とんかつも棒状になるように切っておきます。ご飯と具の準備ができたら巻いていきます。巻きすの上に海苔を縦に置きます。海苔の裏表は気にしません。測っておいたすし飯をのせて、隙間がないようにまんべんなく広げます。海苔の端や角にも均等にのせてください。のせ終わったら白ごまを振ります。その上にラップをのせて、ご飯の表面を軽くならします。裏返してラップが下になるように巻きすにのせます。半分から手前にサーモンとアボカドを重ねながら置きます。巻きすとラップを一緒に持って具の終わりまでひと巻きします。そのまま巻きすとラップを一緒に持ったまま、もう片方の手で巻きすを押して転がすようにします。最後まで巻き切ったらラップを巻き直して、もう一度巻きすで巻いて形を整えます。今度は白ごまの代わりにとびっこをのせてみます。ラップは大きすぎると巻きにくいので気をつけてください。半分より手前にきゅうり、エビ、アボカドを置きます。巻きストラップを一緒に持って強めに一巻きします。巻きすを持っている手には力を入れずに、巻きすを押す手の方に力を加えるとうまく転がります。巻き終わったら一度ラップを巻き直して、巻きすでもう一度巻いて形を整えます。レタスなどのふわふわした具は先に置いてからきゅうりやとんかつをのせます。マヨネーズとソースを少しかけて強めにひと巻きします。巻きすとラップをしっかり持って押す手で転がします。巻き寿司をうまく巻くポイントは、ご飯の量をきちんと量ることと、まんべんなく広げることです。切るときはラップを巻いたまま包丁で切ると、濡れ布巾で拭いたりせずに最後まできれいに切ることができるのでおすすめです。切り口からいろんな具の色が出て華やかになりますね。今年の節分にはいろんな具を組み合わせてオリジナルのカリフォルニアロールを作ってみてください。巻き寿司の動画もありますので、よかったら合わせてご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。